美しい自然に恵まれた日本の風土、そこに散在する集落や町、一見それはのどかな佇まいです。しかしその集落や町の一部の地域には外見とはほど遠い荒廃した生活環境と厳しい現実に生きるたくさんの人々がいます。長い間差別という歴史的抑圧のもとにあった童話地区の生活の改善は日本の社会全体の責任として早急な解決が迫られています。童話地区は我が国の歴史発展の過程において形成された身分的差別により市民的権利と自由を侵害されてきた一部国民の居住する地域です。人道上も許されない不当な差別に対して童話地区の人々は自らの手によって解放を達成するため自主的な部落解放運動を展開し50年の歴史を経てきました。この長い運動の中で部落差別の本質が明らかにされ、童話問題はまさに国民的課題として解決しなければならないことが明確にされ、政府もこれら運動に応え、この問題解決を国策として位置づけるようになりました。昭和40年8月に出された童話対策審議会の答申は、近代社会における部落差別とは、一口に言えば、市民的権利、自由の侵害に他ならない。市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等の保障、居住移転の自由などであり、童話地区住民に対して、これらの権利と自由が完全に保障されていないことが差別であり、特に就職の機会均等が完全に保障されていないことは重大であると、部落差別の本質を明らかにしています。この答申の後、部落解放運動もより一層前進するとともに、次には法制定の強い要求が住民・自治体関係者、各界各層の国民運動として展開され、その中から政府は答申を4年目に、童話対策事業特別措置法を制定しました。この法律は童話問題解決のため、国の責任、地方自治体の責任を明らかにするとともに、国の財政的援助と具体的施策を明記したものであり、問題解決の画期的な前進を期したものです。童話問題解決には、経済・職業の安定、環境の抜本的改善、教育の充実などが必要とされ、中でも環境改善事業は歴史的にも早くから取り上げられ、その実施が図られてきました。住宅地区改良事業も戦前昭和2年に制定された不良住宅改良法に基づき、ある県では童話問題解決を意図して住宅建設がなされたし、またある市では事業計画が戦時経済の影響で実現できなかったこともありました。戦後は部落解放運動の再建と前進の中で、いち早く住宅改良の要求が出され、各自治体で住宅建設がなされました。しかし当時の法律では、町全体を抜本的に改善するための不良住宅の買収除却、事業促進のための土地収用、行政代執行もできない弱点があり、これらの愛路を打開し、一層事業の推進と内容の充実を図るため、昭和35年住宅地区改良法が制定されました。この新法の制定は、童話地区での住宅及び環境整備事業の急速な前進を約束したものです。ここには山あいの深い谷にまたがった急斜面に広がった集落があります。
平地がないため石を積んでその上に作った家。いつ崩れるとも知れない崖際の家。日当たりも悪く、雨ごとに水の流れ込む谷間の家。坂だらけで曲がりくねった道路。ここには子供の遊び場も、何かの時避難するための空き地もありません。奈良県のここの人々は、谷を埋め立て、平地を作り、もっと住みよくすることが長い間の願いです。瀬戸内海に面した小さな町の外れ、戸数30戸の小さな集落。この村に不気味な地滑りが始まったのは数年前からです。人々のささやかな生活の基礎が足元から崩れ始めたのです。大体山の地盤がこう岩に落ちてくるような方は私も考えてますよな。これはだいぶ上から落ちてるけんな、それで直るよ。まあ急なことはありませんけどな、これゆくゆくはこれは大体流れる、まあ恐れありますな。これはこうなったらな、ひだこの下もう白白になってしもてな。ほいでこれ踏んだたんびにあの洗面がもう直そう言って言ったけども、雪をもう雨のたんびにその下から水が吹き出るんですけど、こうなって、あそこの流しのとこも2辺もやりかえましたけども、割れてしもて、どうすることもできません。あれ7月やったかな、7月やったな、寝取れるのに恐ろして家も開いてしもて、もうどこもここも誰に来たかってここ腰掛けられしません傷んでしもて、この間の風にでももう寝取られしまへんなんだね。生活は苦しく、よそへ自分で家を新築する余裕はありません。人々は安全な場所へ移転する方法を探しています。大和川が大きくカーブして突き出た傾斜地には760戸の家が密集しています。大雨のたびに氾濫を繰り返した川の土手や川床で危険にさらされている家は、町の中に入りきれない人たちの住まいです。建物が密集する町の中は、幅4メートルほどの幹線道路がただ1本、あとは家と家の隙間が通路です。こんな状態から産業の発展も阻まれています。曲がり、同居の人が多く、倉庫や物置に住む家族もあります。袋工事もあり、もし火事が起きたらと奥に住む所帯の不安は絶えません。町の主な産業は履物の生産で、家内仕事が多く、住まいがそのまま仕事場に使われるので日常の不便なこと。家の中にこもる材料の匂いも人々の悩みです。物音に囲まれて落ち着けない子どもたちの勉強のことも心配です。外部へ発展することができなかったために生まれた町の密集と混乱、それを解決するために
町の作り替えがぜひ必要になっています。紀伊半島の突端に近い近海漁業の町、その本町の対岸、河口寄りにある200戸の集落、老朽家屋の密集する地区の中を頑丈な石垣が家を縫うように通っています。地区の老人はこの石垣の線は昔周りの人たちが地区を区別するために作ったものだと言います。うちの立て込んだ一区画が火事で焼け、二人の子供を亡くしたのも人々の痛ましい記憶として残っています。海岸の町でありながら人々には漁業をする自由もなかったので、地区は疲弊しています。このようにさまざまな状態で生活が停滞した各童話地区の現状を打開し、生活の向上を図るため、今我が国ではいろいろな童話対策事業を行っています。中でも生活の基盤である住宅と環境を改善する住宅地区改良事業や小集落地区改良事業によって地区の状態を全く新しくしたところがたくさんあります。これは各地に建設された改良住宅ですが、地域の事情に合わせた構造、完備した設備で童話問題の解決にも大きな効果を上げています。普通多いのが 4,5 階建てのアパートで、これが一番土地利用の効率も建築費の経済性も高く、それだけ設備をよくできるとされています。改良事業の費用は全部国と各地方自治体が負担します。そして15戸以上の家が不良になっている場合はどこでも適用が受けられます。この制度を役場や童話地区の人々はどのように受け止め活用しているでしょうか。橋を渡って人々は朝早く働きに出かけます。この町では缶詰工場が女の人の良い職場になっています。和歌山県の人口2万足らずの町、ここはその本町と川を隔てた山寄りにあるおよそ300戸の集落です。年代を経た旧家もあり、地区内の道路はここ数年で溝やドブを暗渠にして幅を広げ、舗装して改良しました。しかし家屋の大半は荒れるに任せ、使用に耐えなくなっています。特に山寄りには水道の設備もない家、崖下には雨ごとに土砂混じりの雨水が流れ込む家さえあります。ここにはこれという産業がないため、男の人は日雇いや出稼ぎをし、大抵の婦人たちは手狭な家の中で新仕事に励んでいます。
みかんそんなまだ大体三つ豆がありますけど、でも今年の場合まだ三つ豆が忙しいことないからね、これやってます。ただ一つの工場もここずっと人員の縮小が続いています。そんな中で役場や地区の指導者から改良事業の話が持ち上がり、住民への呼びかけが始まりました。忙しい毎日の中から地区の現状の正しい認識、そしてその打開は自分たち自身の手でという考えが高まってきました。日頃は皆さん方の住んでおられる地域のいろんな実態とか、また家庭における悩みとか、いろんな問題があると思うんです。そうした問題を今晩、互いの中で出し合いながら、その後、例えば役場の方と皆さん方の出されてきた要求と元にして、役場の方と交渉してまいりたいと。このように考えておりますので、今晩皆さん方が日頃、要求されていることや、自分の置かれておる悩みや要求、そういったものをどんどん出し合いながらやっていきたいと思うんです。それではよろしくお願いします。はい、どうぞ。私もね、はい、雨降ったらね、外でも濡れ元でもね、どういう風になるのよ。それで、お弁当君でもね、雨ものすごい降って濡れ元でもね、入らんなんでしょ。それで、それ早く住宅ね、食べたい。ね、子供もね、私とこ二人あるしよ、姉さんとこも一人あるしよ、もうその部屋の家いっぱいやしてよ。同居してるわけな。ええ、三民所帯ほど、同居してるんよ。ほいで、一日も早く住宅、家欲しいんやけど。住宅問題やな。そのためにも、なんか一つになって、これから住宅の問題では、もうやっていけないならないと思うんです。はい、どうぞ。家が狭いんで、ここの周りに僕の一部の部屋借りてやってるんですけどね、まだまだこんな、内職した人がたくさんいてると思うんです。そやけど、家が狭いんでできないっていう家が多いと思うんです。それで、内職の、場所をですね、それをね、建てて欲しいと、思うんですけど、みんなが共同で使用できる、そういう作業場を欲しいと。結局川へ見えてゴミを捨てる、ね、土砂は溜まって下へ流れるんですよ。そうすりゃ堤防決壊すると。下へ流れが悪かったらどういても町でも使ってくる。住宅や仕事場の要求、道路整備や河川改修の希望など、まず実現可能と思われる点をまとめて役所へ働きかけることにしました。対策を検討中の役場からも、町長をはじめ係員全部が話し合いに加わりました。皆さん方もご承知のように、地域の協力なしに何事も成し得ないというふうに私返しております。皆さん方の要求やさらには希望等をどんどん突き上げていただいて、それを行政が受けて立って、皆さん方の要求に対する 100% に近いものを実現していきたいと思います。住民の熱心な生活改善意欲、事業実施の要望に力を得て、役所側も抜本的な対策を検討し、国庫補助をフルに活用して改良事業実施に踏み切りました。事業は地域が大きくなればそれだけ難しくなります。そしてどこでも一番苦労するのが土地や家屋の買収です。差別を標調してきた石垣を取り除いて明るい町づくりをするため、ここでは昭和44年国の事業指定を受け事業を始めました。住宅が密集し混雑した地域内に
広い幹線道路とそれに取り付ける道路を整備する。そのため計画にかかる家や老朽住宅に住む人たちのため改良住宅90戸を建設し、同時に児童遊園や広場を作って地域を整備するというものです。事業を行う上での困難は人々の感情の統一です。町の新しい動きには誰でも不安とためらいを持ちます。子供の頃から馴染んだあの道、この街角にも他人にはわからない愛着があります。悪い環境にも慣れた人は自分の土地や家が買い取られ家賃を払って改良住宅に入るのは損だと思うかもしれません。また移るならこの際うんと立派な家が欲しい、家の売却もできるだけ良い条件でと考えるのも人情です。そしてそれぞれの家には違った家庭事情もあります。道路計画に光る良い住宅、古いけれど広い家に住む人、どうしても庭の欲しい人、しかしみんながそれぞれの立場を譲らないとしたら事業は一歩も前へ進みません。地域全体の生活の向上を最終の目的として、身近な生活の中の共通した問題の発見から意見の統一も生まれるのではないでしょうか。事業を担当する人は要望の一つ一つを尊重し、できるだけ計画に盛り込もうとします。この地区ではまず一番家に困っていた人たちのため最初の改良住宅一棟30戸を建設しました。ツイン型の鉄筋コンクリート4階建て、素晴らしい設備を持ったものです。近代的な建物の少なかったこの町で新しい機能的な人々の生活が始まったのです。平屋の日本家屋での生活しか考えられなかった人たちの感想は、私は良かったと思うね。もうどうしてもほら買い物に行くんでもね、階段降りなんからね、でもそんだけ健康なんやね。ご飯が美味しいわ。昼まではこっちからの日が差すやろ、昼からこっちから差すやろ、部屋閉め切っとったら寒いこと知らんもんね。子供がほれおトイレね、もう一人でしてくれるようになったしね。嫌だった言うた時3日ぐらい寝られへんかったもん。贅沢言うたきりないけどね、安い家賃でね貸してもらったやから、いつまでもね自分の折り台だけ折れるんやしね。1階は広いピロティと縫製工場、工場には17台の動力ミシン、裁断機、自動の刺繍ミシンが入って、地域に産業が生まれました。これは改良事業の狙いと成果を端的に理解する良いモデルになり、話し合いが楽になりました。入居者の立ち退き跡はすぐ児童公園になります。こうして事業は次の段階へ向かいます。奈良県で一番大きなこの地区が新しい町づくりについて地元と役所の話し合いを始めたのは昭和43年4月です。そして5月には地元代表を通じ、早く事業が始められるように町長町議会議長宛ての請願書を出しました。6月、町議会はこの請願書を取り上げ、
7月には早くも事業実施計画が固まりました。8月、地元で住宅改良推進協議会を結成、協力体制が作られました。こうして10月には一斉にその大規模工事が始められたのです。そして44年5月、住民注目のうちに初めての改良住宅一棟36戸、引き続き2棟100戸が完成しました。整然と並ぶ4階建ての鉄筋アパート、広い空間と樹木や草花の緑、新しい生活が始まりました。ツインパイプの構造でどの家にもよく日が当たります。間取りは広い台所と6畳、4畳半、3畳、水洗のトイレ、押し入れも十分取られています。この家では家族が少ないので子供部屋も別に取れました。そしてここの特徴は1階に36戸各世帯の作業場を作ったことです。もう住まいの中で材料を広げる必要もなく、前よりはぐんと働きよく能率も上がっています。新築のリンポ館ではいろいろな講習会も開かれます。入居した人たちの今までとは大きく変わった明るい毎日、この明るさは授業が進むにつれてこれから地域全体に広がっていくものです。広い幹線道路11本、601戸の住宅と店舗となる改良住宅ビル22棟、その他汚水処理場、人海焼却場、保育所、児童公園など、住民の努力でこの大きな計画が完成すれば、地区は地方小都市のモデルに値する素晴らしい環境となるでしょう。静岡県のこの村はまず畜農業や他の産業の近代化にも積極的な努力をしながら住宅改良事業を進めました。山岳部に続く起伏の多い地形に、以前は老朽化した家が散在し、道らしい道もなく、ちょっと雨が降ればぬかるみに難儀するといった地区でした。それも今は昔語りになり、ブロック造り2階建ての改良住宅が並ぶ新しい農村に変わっています。十数軒の農家は農地整理を行い、地区の裏山も開発されて、お茶、タバコの農園に変わろうとしています。立地条件を生かしたメロンの栽培も成功でした。自動食器、管巻機械を入れた織物工場も順調な生産が続いています。
広い通りを挟んで2軒ずつ仲良く肩を並べた71戸の改良住宅。家の横についている作業場は内ごとに工夫して利用していますが、この家では新仕事の場所にしています。1階は4畳半と台所、仕事場の横には勉強コーナーが作られました。2階は3畳と6畳と2間、ベランダからは地区が一望に見渡せます。元気な子どもたちの声、張りのある人々の生活、力を合わせてこれまでこぎつけた地元と役所の努力は、苦しく長かった村の生活をついに自分たちの手で明るく安定を保証されたものに作り変えたのです。地滑りに怯えたこの地区にも改良事業が行われ、地区外にがっしりした住宅が立ち上がり、ほっとした人々の集団移転の日が近づきました。缶詰工場のある町、ここでも人々の希望を担って最初の事業が着々と進んでいます。安心して住める住宅、きちんとした地区の環境、これは毎日の生活ばかりではなく、就職に、教育に、今なお残されている社会の壁を一つ一つ取り除くもとになるのです。次の時代を生きる子どもたちに確信を持って引き渡せるような生活を確立するために、劣悪な環境を解消する仕事を今生きている私たちの手でやり遂げようではありませんか。